カスオ七不思議とは、栃木県鹿沼市カスオ地方にいた、名医、中野友恒の雷神の治療伝説と関連づけて、語られる、鹿沼市カスオの思いがわそいの不思議のうちの七つを、集めて言う。カスオの民族として、怪異伝承データベースに含まれるため、怪談系七不思議に分類できる、可能性もあり、不思議の原因が説明されている点が、特徴的である。具体的には、 次の通り、上記三つは、前期平安時代末内市鎌倉時代に、ここにいたという名医、中野智恒の治療した雷神からの恩返し伝説の主要部分で理由付けられている。地元の寺院、上落寺に残る記録、六次尊縁儀によれば、後鳥羽上皇の病を治して六次方言の号を受けた、名医、中野智恒のところへ、ある時病に難従する雷神がやってきて、 治療をしてもらい感知した。そこでご礼に、この地域へ来害がないことを約束するとともに、来人の心力による降雨により、重い川の治水工事を完成させ、重い川の川の流れや形が、末代まで変わらないようにさせたという。そのため、下、中、上かすでは、人工的な治水工事が行われなかったにもかかわらず、水害がないという。なお、一説には、 中カスオの中で、伏せ屋地区から森地区までの間だけは、前期雷神の事業から除外され、治水の効力は、おおむねカスオ上跡より、上流の地域か、上落寺のある、下カスオ下に分断されているとの、ただし書き伝説もある。前期、中野友もつねと雷神との約束により、同じく雷神の心理域により、田畑作の作業で難行となる、雑草の生育がここでは悪く、 特定の雑草は生育しないようになっているとの言い伝えがある。なお、雑草の一種乳小草がはびこった時、洪水のサインになっているとの話もある。中野友恒は、のみのたかった猫に、彼の配合した駆除の薬を浴びせると、それ以後その猫には、のみがたからなくなった。なお中野友恒は雷神を感知させた折、雷神より、達置雷論という医学書を賜ったという。 さらにそればかりではなく、この地域には、以後も、のみのたかった猫はいなくなった。彼の治療はその猫の子孫にも効き目があり、のみのたかった別の地域の猫から、この地域の猫がのみを移されることもなかったということになる。中野友常の飼っていたうずらがある時よりから逃げ出し、かつ近くでうずらの鳴き声がした。逃げたばかりかばかにして泣き上がって、と友もが怒ったところ、 泣いていたうずらが泣くのを止めたばかりでなく、その後渡ってきたうずらがすべて、この地域では泣かなくなったという。クツワムシやスズムシの鳴き声が大きく、人の話がよく、聞き取れないので、中野ともつが、クツワムシ等に、うるさく泣くな。と怒ったところ、これらの虫の鳴き声が以後、他の地域より小さくなったという。なお、異変を知らせるためなら、大声で泣いてもよい。 と言い含めてあるとも言われている。以上のようにカスオの七不思議は、すべて由来が述べられている点、原因が、医師、中野友もつね個人に関連する点に特徴がある。また、中身が、気象現象や、地形のほか、ある動物種や植物種全体に関するもので、個体は特定されず、稀な一匹、一株だけに限られたものではない点に、特徴がある。 ただしこれらへの理由づけは、科学的な説明を元来目的としていないので、科学的に解明された不思議には、目下のところ、いずれも属していない。ありがとうございます。